下木坂さんと下僕の連携がこれから先の戦いで通用するか否か見極めて差し上げます。姉様に無断であなたを試すのは気が引けますが、実戦同様私がまとっている服を見事剥ぎ取ってごらんなさい。じゃあ行くよ、絶対負けないんだから。行くよ、オッケー、いけるよ。これは負けを認めざるを得ませんわね。少々荒削りで危ういところもありますけど、これだけのコンビネーションプレーを繰り出せるのならこの先も戦えるかもしれませんわ。あ、本当？いや、その今回の勝利は私の力だけじゃないしね。詐欺坂さん、あなたなかなかいい動きでしたわよ。下僕じゃなくてあなたが矢神の眷属になっていたらもっと活躍できていたかもしれませんわね。そうかなそれじゃあこれからもよろしくね。携帯鳴ってない？シオンさんからメールが。何の用だろう。モグラにいるみたい。戻ろっか。
で、提案ってのは何だ？入団早々いきなりみんなに招集かけちゃってごめんね。例の組織と大資本製薬の関係についてよ。私の見立てでは、大資本製薬は資金を提供する代わりに組織から何らかの見返り、例えばまがいものの体組織を利用した薬剤やワクチンの開発など間接的な技術供与を受けてると思うの。やっぱり組織と大資本製薬の関係を分断しておくには早いに越したことはないわ。それに関して春日井さんには何か考えが？ええ、そのために集まってもらったの。きっと坂口君、あ、専務のことね。彼は姿をくらました私の行方を追っているはず。今秋葉原に何が起こっているのか、加えてまがいものの実態を公表されたら、彼が想定しているであろうビジネスは破綻するわ。向こうさんとしてはシオンを野放しにしておきたくないってわけか。そこで提案なんだけど、私がおとりになって坂口君をおびき寄せるわ。彼さえ抑えてしまえば計画は鈍化するはずなの。おとり作戦か。うまくいくかね。春日井さんだけでは危険かもしれませんわね。ここは一つ私も協力させていただきますわ。坂口は内情を探っていた私の身柄も追っているはず。危険人物二人が一緒にいることを知ったら向こうも穏やかではいられませんわ。そっか、凛ちゃんも大資本製薬から追われてたのよね。私がポツリにゲリラライブの情報を流しますわ。ライブに乗じる形で春日井さんも坂口とコンタクトを取るんですわ。そうすればライブ中は大資本製薬側もうかつに手を出せないと思いますし、私を狙う側と春日井さんを狙う側、リスク分散もできて好都合ですわ。自分の身は自分で守れますわ。下僕は姉様と一緒に春日井さんの警護をしなさい。いかがかしら春日井さん、この作戦で行くというのは。依存はないわ、むしろお願いしたいくらい。凛にも迷惑かけちゃってごめんなさいね。謝る必要はないですわ。いいっていいって、そんなに責任感じなくても。そこは持ちつ持たれつだよ。今はもう私たちみんな仲間なんだし。そうですよ、ワンフォーオールオールフォーワンですよね。なんだその微妙なミステイクは。春日井さん、私も行きます。いいよね。もちろんよ。じゃあ坂口君には私からメールを送っておくわ。ではでは、秋葉寺警団作戦開始レッツゴーです。電気街口の広場へパンツァーフォー。
さて、もうすぐ約束の時間だけど、あなたたちはそこの物陰に隠れてて。了解。おやおや、奇遇ですね、春日井 CEO。 いや、春日井さん、向こうで凛のライブをやっているところを見ると無関係ではなさそうだな。凛と行動を共にしているということは、彼女に私を探らせていたのはあなたでしたか。いいえ、私も最初は凛に疑われてたのよ。ほん、あなたも暇じゃないでしょうから、単刀直入に言うわね。組織と手を切りなさい。まがいものをビジネスの土俵に乗せようなんて、無謀以外の何者でもないわ。なるほどなるほど、ご忠告痛み入りますよ。しかしね、あなたのその進言は受け入れることは難しいですね。もう CEO でも、それどころか我が社の人間ですらないのですよ。そんな一般人に我が社の方針を指図される覚えはないですからね。そう。でもあなたの理論で言うのなら、一般人である私に執着しなくてもいいんじゃないかしら。ふん、あなたを野放しにしておくと我が社のあらぬ噂を撒き散らしかねないですからね。ライブが終わり次第、凛とあなたにはご同行願いましょうかね。あら、誘拐と監禁は立派な犯罪よ。任意で同行していただくだけです。それなりの待遇は保証しますよ。ま、余計な抵抗があると少々荒っぽくなるかもしれませんがね。なんだかんだ言いながら結局は力ずく。気弱専務と言われたあなたにしては随分と強気に出るのね。お前たち、この女を例の場所まで連れて行きなさい。了解です。そうは問屋が下ろさない。春日井さんは私たちが守る。秋葉自警団、華麗に参上。やっぱり仲間がいましたか。構いません、まとめて片付けてしまいなさい。いくよ。さて、足には自信あるのよね。足は自信あるのよね。
もともと坂口君みたいな小物にはちょっと荷が重すぎる計画だったわね。黙らしちゃい。まがいものの体細胞を使えば不治の病だって、その救われる命もたくさんあるんですよ。医療技術に貢献しようという志は評価したいところだけど、あなたの場合名誉欲の方があからさまに先行しちゃってるのよね。社長だってまがいものを研究対象にして人儲けを企んでいたじゃないか。私はね、純粋に知的好奇心からまがいもののことを知りたいと思ってたの。でも自分の好奇心を満たすために他人を犠牲にしてしまうのは許されない。それに今の私は秋葉自警団の一員だからね。まずは事態の収束、研究はそれからよ。くそ、これで勝ったと思わないことですよ。まだ私には組織という後ろ盾が。我々を当てにしてもらっても困るな。ソーガ、ソーガ様、何卒ご助力を。見苦しい、汚い手を離せ。お前の利用価値はもうない。そんな、我が社はこれまで資金援助や場所の提供、その他にもまがいものを強化する投薬プランも提供したじゃないですか。その見返りとして君は邪魔者を会社から追い出せただろう。計画成就のための準備は全て終わった。消えるがいい。君の存在は見るに堪えんよ。ちょっと、そもそも何の目的で秋葉に迷惑をかけてるのよ。まがいものなんて作って。まがいものなど計画のための下地作りに過ぎない。私の最終目的はこの町そのものだよ。秋葉をまがいにするためにな。何それ。これまではまがい者たちを使って生命エネルギーを集めていたが、まがいが生まれればこの秋葉原自体が生命エネルギー集積装置となる。そうすれば日本、いや、いずれは世界中から生命エネルギーを集められる。そうすれば八神は表舞台に立てる。滅びに瀕した一族から世界を滑る一族へ。こんな
よその上から目線は。吠えるもさえずるも結構だが、すでにまがい計画は開始している。湧き立つ物欲、よどんだエネルギー、それらがこの一体から吸い上げられ始めた。例えばそう、まがい者と眷属の境目にある彼は、そのような非常事態ではどうなると思う？存在が不安定ゆえに、このように立っていられなくなる。君、大丈夫？むしろ今までよく持ったものだ。ちょっとふざけてる場合じゃないよ。ねえ、大丈夫？大丈夫だよね。しっかりしなさいよ。口を聞くのもやっとといったところか。その様子ではまがい計画の脅威にはなりえないだろう。これで失礼するよ。もう二度と会うこともないだろう。消えた。坂口君に釘を刺すだけのつもりが、エビで鯛を釣っちゃったみたいね。まがい計画。君、なんとか歩ける？とりあえずモグラに戻りましょう。トウコちゃんも肩を貸してくれる？はい。ほら、立てる？しっと。しっかりしてよね。あんたも絶対助けてみせるから。熱下がらないね。やっぱり人の薬は効かないようね。どうしたものかしら。どうして教えてくれなかったんだよ。ここまで体調が悪化してるってこと。ニーニー、しっかりして。こんなの嫌だよ。ニーニーは元気だけが取り柄なのに。大丈夫だよ。きっとすぐに元気になるよ。お前、やっぱり無理してたんだな。わしらもお前に負担をかけすぎちまった。まるでヒーローに頼るみたいにな。中身はごく普通の高校生だってこと、いつの間にか忘れてたよ。まったくバカですわ。そんなボロボロになるまで、下僕のくせに。大変です。秋葉原駅を中心に次々に人が倒れてるみたいです。なんだよそりゃ。わかりません。原因不明で、駅に近寄った警察の人も倒れてるみたいで。本当だ、ポツリもその話題で埋め尽くされてる。それってもしかすると、まがい計画。総我が企んでるっていう物騒な計画か。倒れてる人々はおそらく生命エネルギーを吸われてますわ。にしてもなぜ秋葉原駅なんだ。あの辺に怪しいものなんて。やつらのアジトが分かれば乗り込んでギッタギタにしてやるのに。アジトか。もしかしてあそこかも。なんか思い当たる場所でもあんのか。前に事件の起きた場所を調べた時に、円の中心が駅から少しずれてる気がしたんだ。それはどこなんだよ。ほんの少し南西、ラジオ会館の建設予定地。ラジオ会館がか。けどお前、確かに中を見た人間はいないわよね。調べる価値はあるな。私も電波を感じる。私が行ってきます。調べてみましょう。
私も行きますわ。私だって同行させてもらうわよ。あ、私も。いえ、私一人で行きます。それに話が本当なら普通の人間は駅前に近寄れないはず。ですから私と姉様の二人で行けばいいのでしょう。リンはモグラで待機していて、この先何が起こるかわからない。緊急事態が起こったら即応できるようにしていてほしいの。でもそんな危険そうなところに姉様一人で行かせるわけにはいきませんわ。ニーニー、寝てなきゃダメ。無理すんなよ。生まれたての小鹿みたいに足がプルプルしてるじゃねえか。あなたを連れて行くことはできない。その体じゃ戦うのは無理よ。だからとても平気には見えないっての。ダメです、先輩のライフはゼロですよ。意志の力が肉体を凌駕している。覚悟があるのね、あなたの中には。ニーニー、分かったわ。行きましょう。あなたの体が動くうちに決着をつけるわ。お、なんだ。ま、こいつらは。くわー、ここか。ソーガ様に逆らう愚か者の巣窟は。まがいもの。くそ、こんなところまで来やがった。カティたちは奥に隠れて。は、はい、妹さん、こっちです。うだうだ言ってても仕方ねえ。行くなら行け。ここはわしらが何とかする。お前は早く雫と一緒にラジオ海岸に急げ。ふりゃー、ほがな、なんだ。マスター、すげえ強いじゃねえか。それなら最初から戦ってくれてもよかったのに。いや、若いヒーローを育成するのは先人の務めってな、昔から決まってんだよ。くそ、それならこっちを。女だからって甘く見ないでよね。はあ、せい。うわ、姉様、ここは私に任せて。早く下僕と共にラジオ会館へ。二人とも無事に戻ってきてね。怪我なんかしたら承知しないんだから。私たちは大丈夫。こっちには前から考えてた奥の手もあるし。奥の手？いいから早く行って。行け、行って、秋葉の伝説になってこい。先輩、頑張って。ニーニー、信じてるから。